社交者向けについて紹介させていただきます。で今回はちょっとなんか内容がよく分からなかったんでこちらのサイトも参考にしました。ちょっと未だに僕はよく分かってないんですけどちょっと参考にしてみていただけたらなと思います。概要です。トピックモデルにその階層ディリクレ過程っていうものモデルを使用してでそれを確率変分推論でに基づく推論アルゴリズムっていうものを提案していてでこのモデルはトピック数を柔軟に発見要するにこちらが決める必要がなくて、でそれでそのあと単語埋め込みその2つのテキストコーパスにおいてそのトピックの一貫性、PMI ですねに関しては他のアプローチよりも優れているっていうものになります。でイントロダクションです。単語の埋め込みでまあ、単語ベクトルっていうものはのコサイン距離っていうものは、意味的な関連性を表す一つの尺度であってでただそのこれ多分ボン・ミセス・フィッシャー分布っていうものは、方向データに、非常に強くて、方向データを持ったモデル化に非常に適しているもあの分布なんですけれどもそのこれまでのトピックモデルではそのには適用されていないとで、本研究ではそれに、この、VMF を、使用するというものになっています。でそうすると、各単語はその単位究明上のトピック の, その方向ですねあの方向と、に同じ方向を向いているかどうかというそういう、単位究明上のある点にとして見なすことができるとでそのトピック数を自動的に推論するためにその LDA のベイズオノンパラメトリック の, あのモデルであるその階層ディリクレ過程というものを使用します。でそれに、確実的変分推論に基づく、個実的な推論を、実装してみましたというものになっています。でそのボン・ミセス・フィッシャー分布というのがどういうものなのかってよく分からなかったので調べてみました。見るとその参考のやつを見ると例えばこう、単位究明上にこう分布していると でその分布が偏ったりするパラメータによって偏ったりするわけですけども例えば従来のガウス分布だとその面に沿わないガウス分布を仮定したものだと面に沿わないで、こう四方八方にこうガウス分布があれするんだけどもその結局その意味の類似性とか結局その方向っていうものを意識したする場合はそれじゃまずいんじゃないかいわゆるその面に沿って分布をするようなモデルを考えなきゃいけないのじゃないかっていうものが、この、VMF ディストリビューションということになっていて、このような式で表されて、カッパかハイカマパラメータですね、それを書いてこう分布の様子が変わるというものになっています。で、ディリクレ過程っていうものが、まだ僕もしっかり理解しないんですけども、参考のページからちょっと、画像を書いてスライドを書いて説明したいと思います。確率分布この真の分布 H っていうものが、あったとしてで、それを、次元を増やすことによって、D 参加したいということが、時たまります。でこれ D 参加したいっていうのは一体、何を D 参加したいかということなんですけども例えば何かこう分布がこう、混合分布何かしらの分布の混合分布ってものがあったとしてただそれの混合分布の持つパラメータ自体は D 三分布であるはずだとでこの D 三分で混合分布はそのパラメータ空間上で D 三分布ってことを、しっかりその実現するために今、このような、考え方をするとモデルをするということになっています。で、そうですねそのパラメータというものはその G って言われるものに属していてそれの、データ関数でシータが、ですね混合比、パーセンでものになっているとでそれを、次元をこう大きくすることによってそれを D3、次のページにかどんどんこれを、D3 化していっていこうというモデルになっています。そうですね。じゃあそういうトピックモデルとかではどんな感じに表せるのかっていうとこんなグラフィカルモデルになっていてそれに対して、このシータディリクレ分布を、無限次元にどうやったらできるのか
まあ、トピックの数を増やしていって、そういったことが一回実現、どのようにしたら実現しようっていうもので、まあ主な指標としては、あ、やり方としては、チャイナレストラン、なんだっけ、テーブルみたいな、そういう違うチャイナレストランプロセスかっていうもの、アプローチと、あともう一つ今回 の、 あの論文で使っているのはスティックブレイキングプロセスっていうので、僕まだちょっとよく分かってないんですけど、なんか調べたら速度論とかでかなり難しかったんですけど、一旦この多分これが文書のデータ、あの単語数みたいなのがこうダーってあって、それをまあ一つの長さと見て、でそれをベータでベータ分布に従ってこれを分割するんですね。で分割したものを、それをで、その分割した中でトピックの分布ってものを考えた、トピックの分布を考えて、でそれをこう繰り返していくんですね。でそうすると、まあまあ、数学的にはこう理論中無限大にこうガーって K を増やしていくことができる、だけども、あ、すみません、これシータと単語の分布、単語の分布をこう取ってて、でそれをシータをトピックと見なして、でこうガーってやっていくと、まあ、トピックが、まあ、いわゆる無限大に、いわゆる理論上なるけども、まあ、実際は、まあ、そういうわけにいかないから、まあ、あるところで収まるんですけど、まあ、こういったことが、で、その無限次元に持っていこうとするアプローチになっています。で、で、あ、まあ、そうですね、シータに対して、トピックですね、パラメータを、こう、まあ、対応付けて、でまあ、このシータを求めるのは、そのさっき言った、まあ、SBP というものになっていて、でこの G というものが、まあ、リリクレー過程に属すると。でこれを、文章ごとにやっていくことで、階層的っていうか、最終的にこの、すいません、飛んで、この文章ごとにできたものを、それらを使って、結局的に最終的にはこの単語ベクトルというものを求めるんですけども、まあ、その時に、まあ、それぞれの文章ごとに使ったものを使って、まあまあ、階層的といいますか、まあ、それで、単語ベクトルを求めるということになっています。でまあ、アルファっていうものが、まあ、これですね、リークレー過程にありますので、でベータっていうものが、これは最初に言った H 真の、真のっていうか、まあ、一戻しますこれかな、あ、この H は規定確率分布っていうものです。それのハイパーパラメータです、ベータっていうものがあって、でそれから、まあ、こういうように、まあ、グラフィカルモデルで、もう求め、単語ベクトルを求めるのに、さっき言った、ボン、ミセス、フィッシャーでしたっけ、VMF の特徴量っていうか、それを、まあ、グラフィカルモデルで加えてやるということになっています。はい。で、で文章 D から単語 N は、正規化されたというか、そのワードツーベックでまた、あの元が作っていた、まあ、ベクトル空間というもので正規化した M 次元の ベクトルというものが正が表されて、でそのトピックのベクトルの方向というのは、まあ、このミュですね。で、VMF 上の点として表現ができて、でまあ、これはあまり詳しく書いてなかったんですけど、この X 単語のベクトルとトピックのベクトルのコサイン距離っていうのは VMF の対数誘導に等しくなので、まあ、最終的にはそれで、まあ、評価しようっていうことになっています。はい。でどのようにじゃあ最適化を図るかっていうのは、まあ、変分別数の、まあ、推論で、まあ、変分加減エルボーを、まあ、最大化するように、まあ、するということになっています。
はい、で、まあ、データセットは、まあ20ニュースグループと NIPS を使っていて、で単語ベクトルは50次元で、まあ、Wikipedia で学習させた、まあ、マダツベックのものを使って、で、まあ、スイカには S ノーム生息化を用いてスイカ します。で、 PMI を算出する際は Wikipedia の、まあ、ドキュメントを使って使用して求めるということになっています。で、まあ、実験してみました。で、他にもガーシアン NDA とか使って、実験したところ、20ニュースと、まあ、NIPS いずれにも置いて、まあ、PMI が、まあ、生息化したやつも、まあ、全部、まあ、良くなっているというものになっています。で、その正規化した対数誘導 の、収束っていうか、まあ、それどれだけ時間かかるかっていうものが、まあ、ガーシアン NDA よりも、これ横軸が安秒は6で取ってるので、まあ、かなり早い、オーダーで収束するということが確認できているものになっています。まとめです。HTTP を使用した、その、まあ、階層リーク過程ですね。それを使用した確率的変分性量に基づく効率的なアルゴリズムってものを提案していて、で、自然に単語埋め込みの意味ってものをしっかり活用しながら、まあ、トピックスっていうものも、まあ、こちらが決めることなく、柔軟に、まあ、推論することができると。で、まあ、今回 NIPS と20ニュースグループを使ったんですけども、それにおいてトピックの、コヒレンス、まあ、意味の一貫性ですね、それが他のアプローチよりも、まあ、優れているってことを示しました。以上で終了します。